こんばんは、岡田敏夫チャンネルアップグレード動画の時間です。えー、現在ですね、NHK の総合でですね、毎週日曜日の深夜、未来少年コナンがですね、まあ、再放送してます。えー、僕も楽しんでるんですけども、そのですね、第9話と第10話の絵コンテ演出はですね、あの、あのホタルの墓の監督、高畑勲さんなんですね。えー、6月にはこの第9話、第10話も放映されるので、まあ、高畑演出の凄さをですね、再確認するいいチャンスだと思います。やっぱりね、それまでの宮崎演出とちょっと違う。 んで,すよねえー、で、この高畑勲さんがですね、まあお亡くなりになってからすでに2年が経ってしまいました。えー、今回はですね、この高畑勲さんの遺作ともなった、最後の作品ともなったかぐや姫の物語をですね、えー、解説した動画を見ていただきたいと思います、えー。もちろんですね、このかぐや姫の物語もですね、あのホタルの墓と同じようにですね、えーまあ 同じようにというか同じぐらいとてつもない作品なんですよ、実際は。しかしね、あの、やっぱこれもですね、あの、平安時代の今向のき物がそのまま動いているような圧倒的なビジュアル表現を見せる映画だと思っている人も多いし、あと、現代の女性問題ですね、現代に繋がる女性問題を扱った作品だっていうふうに、わかりやすいところでやっぱ解釈され、 てると僕は思ってるんですよ。その奥にある高畑勲っていうのがもう未来少年コナンの時から割とね、出そうとしてる人間ドラマというかですね、テーマっていうのをなかなかね、あの、まあまあ、取り入れてもらえない、組み取ってもらえない、あの、まあ言い方悪いですけども、報われない作家って言ったら言い過ぎかもわかんないですね。なかなかあの、芸術性が高い上だと思うんですけども、えー、難しい作家だと思います。 ではですね、そのかぐや姫の物語とは一体どんな話だったのかですね。高畑伊はですね、この物語を通じて何を語ろうとしているのか、何をテーマにしているのかですね、そういったことをですね、実際の画面に映し出された、まあ、絵っていうものをですね、という、まあそういう証拠を見せながら細かく細かく語っていこうと思います、えー。実は今日のですね、無料動画部分ですね、無料だけでもう1時間近くあるんですよね。 えー、この動画はですね、2018年5月20日にですね、放送したニコ生マ岡田敏夫ゼミ第231回をですね、えー、アップグレード情報を足してですね、再配信します、えー。動画の終わりにはですね、あの、お待たせのアップグレード情報があるので、楽しみにしてください。それではですね、前半、1時間近い動画です。スタートです。えー、本日はですね、えー、まあまあまあ、かぐや姫です。で、かぐや姫の物語ですね、に関しては、 皆さん、あの、まあのま見たという前提であの始めるんですけども、これ大丈夫かな、えー、見たという前提で始めますけども、大丈夫ですよね、もう一応、いちいち見たかどうかのアンケートを取りません。で、えー、大体ですね、あの感想、また今回も、金曜労働省の後ツイッターとかで見てですね、感想をまとめた見たらですね、まあ大体これぐらいの感じに分かれてました。 まあ、肯定的な意見としては精いっぱい生きたかぐや姫とじいさんばあさんとの別れが切ない2つ目現代もなお女という役割を押し付けられた女性へのメッセージがそこに泣いたです、ね、で3番なん、ね、だかわからんが泣けると。 これが大体肯定的なメッセージ。で、否定的なメッセージでいうのも割とあってですね、あの、すごいと思うけども正直面白くないですね。あと、まあこれ割と多かったんですよ。登場する男が全員クズっていうのとですね <laughs> で。あと3、なんだかわからんが気に食わんと。 えー、せっかくだからです、ね、この選択肢で,です、ね、あのアンケートを取ってみようと思います、えー、一応あの、かぐや姫を見たかもしくは、まあ、見て途中でやめちゃったでもいいですからアンケートを6択にしてみましたちょっと答えてみてください、はいえー、どうでしょう大体、えーいいまあ、複数になるかわからないですけど、まあ、自分の心に一番合うものを選んでみてください。 1>, 1番「かぐや姫とじじババの別れが切ない」2番「現代の女性のメッセージに泣いた」3「なんかわからんが泣ける」4「すごいと思うけど正直面白くない」5「登場する男が全員クズ」6「なん,かななんだかわからんが気に食わんですね」はいえー、では、えー、出してくださいはい結果出るかな おおはい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 すごいと思うけど正直面白くないが50%でなんだか分けるわからんが泣ける10%全員靴が12%でキニーランが13%これ面白いですねあのジブリの作品に関してはこういう正直な アンケートってまず取れないんですよね。なので、えー、ちょっとこの数字には僕もびっくりしています。ああそういうふうになるのか、えー。予想通りっていうのはすごいな。開始数分で涙が止まらなくなった。そうなんですよ。でもう一番最初の高林のシーンからずっと泣いてる人もいるし、最後の最後までんなんなんですかこれはっていうふうになってる人もいるしということで、えっ、ー、とですねあの僕がですねあの Facebook でやってるサロンですねのですねサロン会員のですね山崎ナナコさん という方かからです、ね、お便り来ままししした。た。ににく動動き感何度も出てくる布が舞う動きはもちろん赤ちゃんの重たげな挙動とか主人公の伸び伸びちゃった手足の動き人から物に至るまで全ての動きのリアクションとデフォルメが 計算しつくされて、痒いところに手が届くというか、見ていてすごく気持ちよく、一瞬でも目を離したらもったいない感じでした。これが、やっぱりあの作画良かったあの人ですね。この世界の片隅よりも、その印象は強かったように思います。この徹底してコントロールされた動きを見ることによる多幸感、幸せ感は、ステマとあステマルと二人で空を飛んでる時の鳥肌が立つ感じも含めて、なんとなくピクサーのウォーリーを思い出しました。 ということを考えると、やはりあのタッチの絵が正解だなと思います。もう少し絵柄がリアルだったら、情報量が多すぎて、さすがに疲れてしまったのかもしれません。主人公の心情によって、線のタッチが変わるのも良かったです。主人公が宴を向けて村にダッシュするところは、3割増して胸をかき乱されました。それでも、それ以上に胸に来たのは、おじいさんの姫おいででした。あそこで、おじいさんの顔のラインがどんどん崩れていく流れは、かなり来てしまいました。 この人の感想ですね。だいたいこれ、ここに入っているのが全て入っているので、ちょっとあの、代表的なやつだから、このまま読んでみます。結構ギャグが多くて、笑うところもたくさんあったのは意外でした。相模女子とのリアクション。5人の大臣が我先と姫の前に座ろうとわちゃわちゃしているところ。帝子の何とも言えない地獄の三沢風味のうざさといい、言いよる男たちの絶妙にリアルで気持ち悪い風情は、作り手の悪意に満ちていて、それがまたおかしかった。やはり分からなかったのは、なぜあんなラストにしたのかということです。あれでは救いも何もないです。 村にいた頃のような幸せな時間はもう戻らないし残された両親がこれからどうやって生きるんだろうかと考えるだけで鬱になりますむしろ最終的に心中できた蛍の,箱の墓の方がまだ救いがあるのではと思います出てくる全員が全員アホに見えすぎやしないかというのは気になりましたおじいさんや捨て丸までを含めてまともな男が一人もいない高畑さんはなぜあそこまで徹底して男たちをアホに描こうと考えたのでしょうか以上だらだらとまとまりのない長文です,すみませんすごく褒めてるように見えるんですけどただ最後の一文がですね えー、最後の知人がよくできた映画だけどオリンピックの対象選手がデングリ返りしたみたいな出来と言ってた言ってたには共感しましたものすごい時間とコストと労力を費やして完璧なただのデングリ返りをしてみせるのは私には絶対できないのでそういう意味では本当に貴重な作品だなと思いましたというですねなんか。 ちょうどこれが全部入ってるですで、ね、あのー、面白いや,あのやつだと思います。えー、山崎奈子さんですね。自主映画を作ってる美人監督さんなんで,ですね、興味ある人はサロンにどうぞ来てくださいというところで、大、え、体、ーまあ、お便りいろいろいただいたんですよね。あの掲示板の方に。でも大体このパターンなんですよ。で、なんでこんなことになるのかっていうのはですね、あのー、 蛍、ね、の墓とちょっと比べて話してみたいと思うんですけども蛍の墓は反戦アニメではないというのは、まあ、先月お話した通りです。でそれはもう高畑さんも何度も反戦アニメではないですって言ってるんですけども大部分の人は戦争の愚かしさや虚しさを描いたとかそれに振り回された兄弟がかわいそうで泣けるという感想を持ってしまってると。でこれは生クリームが美味しすぎるからだっていうですね もう僕は考えてます。それは何かというとあの先週です、ね「マツコの知らない世界」でディズニーランド特集をやったんですよねでその中でディズニーあのジャニーズの俳優の、えー、風間俊介さんという人が出てきてですねで で今回のマツコさんに対するプレゼンでは隠れミッキーとかあと最新アトラクションやパレードとかですねグルメとかはやりませんっていうふうに言い切ったんですねでそれはなんでかっていうとディズニーランドにおける隠れミッキーとかアトラクションっていうのはパフェでいうところの一番上にのっかってる生クリームみたいなものだとであの生クリームがだけ味わってディズニーしたつもりになるのは本当にもったいないと。 何が悪いのかって言ったらあの生クリームが美味しすぎるからみんなあの生クリームがディズニーランドだと思っちゃってると。で、これね、すごくうまい表現なので,で、ね、ちょっと僕もお借りしたいと思うんですけども同じくですね、かぐや姫の物語もですね、この美味しすぎる生クリームが上に乗っかってるんですよ。それが何かっていうと女性問題の描き方と絵本が動いたような桜なんですね。この二つがあまりになんか見事すぎると。で この二つがですね、見事すぎるからついついテーマだというふうに勘違いされちゃうんですね。で、えー、っとですね、まあまあ、まあそれが美味しいクリームかっていうコメントでツッコミが入りましたけど、その意味で言うと、あのー、隠れミッキーとかですね、アトラクションの全然美味しいクリームと感じない人もいるというのは、まあ、これはあのー、 次の次ぐらいになると思うんですけどウォルト・ディズニーランドですねディズニーランドのまあ一、えー、人で生き方っていうかですねブラディズニーの方でゆっくり話してみたいと思いますであの女性問題とは何かっていうと,、えー、とエッセイストのミ宮真美さんという方がですねブログ「戦場のガールズ・ライフ」2013年の12月2日「かぐや姫の物語の女の物語」というので書いていますミ、えー、宮真美さんはですね女性問題なんかで定評のあるエッセイストです「かぐや姫の物語を見た」「強い衝撃を受けた」 昔話のあらすじそのままでありながら昔話ではなかった。これは明らかに現代を生きる女の話だった。震えたと、もうめちゃくちゃ熱く語ってるんですよ。で、もちろんこの天宮真美さんの感想も間違いではないんですけども、なんかテーマはそこだけじゃない。やっぱ生クリーム部分だって思っちゃうんですね。で あロードショーであの蛍の墓をですね一昨いやった時にですねもにツイッターで,です、ね、もう男が全部クズ!」っていうふうな発言ができて特に帝が気持ち悪いと僕はやっぱあの今回のやつ好きだったのがです、ね、あの帝のあごが顎が尖りすぎててです、ね、あの分度器で測った <laughs> あの映像がです、ね、ツイッターで拡散されてて帝のあ顎は40 67度ってこれものすごい笑っちゃったんですけどもうまいですよね。で これでなんかブームになってしばらく怪ジとかですね、いろんなやつの顎の角度を出すっていうのが、映像なんかこう画像がいっぱい流れてツイッター見るのがしばらく、なんか笑って止まんなくなったんですけどもですね。えー、つまり他にもですね、あの、捨丸っていうですね、かぐや姫の幼なじみですね。その人が最後にですね、かぐや姫に、 逃げよう二人でどこまでもって言って、その時捨て丸はもう、嫁さんもいれば子供も二人いるんですけども、それを捨てて駆け落ちしようとしたので、ツイッターではですね、祭祀捨て丸っていうふうに書かれてですね。<laughs> で、あと言い寄る五人の貴族ももう全員クズと、父親もかぐや姫の気持ちを無視してると。もう出てくる男は全部クズだっていうふうに書かれちゃうと。その通りにも見えるんですよ。でもこれも、実はそのホタルの墓が、 反戦アニメに見える、戦争反対アニメに見えるのと全く同じですね。実はちゃんと本編内に理由があって、その理由の部分がよく見えないからなんですよね。じゃあ、どんな映画なのかですね。実は、あの、かぐや姫の物語っていうのはですね、かなりエロいですね。それもストレートにエロい話だというところから話してみようと思います。えーとですね。 一番最初に竹や林の中からですね、あの、沖縄が見つけてきた時ですね、じいさんが見つけてきた時は、すごい小さな姫君だったんですけども、家に連れて帰って、それをおばあさん、オーナーに見せると、赤ん坊になると。で、えー、オーナーがですね、抱いて歩いて、で、ああ、これおっぱいもらわないとダメだわって言って、橋を渡ろうとすると、この橋がね、 何回も出てくるんですよ。だからこれも多分民族学上のですね、橋を渡ることはみたい、ね、な象徴が、高畑勲のアニメだからもう絶対あると思うんですけど、もう今回、いちいちそこは、そんなことやってる場合じゃないので、それやってたらね、今回また延長なんですよ、間違いなく <laughs>。それは終わんないからですね、飛ばします。橋を渡ろうとすると、おばあさんの、あのオーナーのです、ね、おっぱいが、あの、張ってしまってですね、おっぱいがいきなり出るようになると。えっ、ー、と、あの、おばあさん、おじいさんとおばあさん、このオーナーと沖縄の間にはですね、 子供がいないような感じなんですね。描写見てるから。つまり、このおばあさん、オーナーの方は馬詰め、いわゆる子供を産めない女の人であって、で、それがいきなりこう、父が張っておっぱいが出るようになるっていうのは、まあ一応民話とかですね、神話ではよくある話です。で、えー、と、これあの、目立たないけども、まあ、このおっぱいが出ちゃうっていうのはですね、ですね、ポローンと出しておっぱいあげてます、ですね。えー、目立たないけど、三つ目の奇跡ですね。一つ目の奇跡は、 かぐや姫が竹の中から生まれたということ。二つ目は手のひらの中でいきなり重くなって成長したんですね。で、このおっぱいを吸うといきなりまた成長しだします。なんだか急に重くなりましたっていうふうにおばあさんが言うんですね。で、あのー、これ赤ん坊がですね、おっぱいを吸うシーンだから僕らは、あ、なんかそれだけのことなんだっていうふうにごく自然に受け止めてしまうんですけども、一番最初にですね、この成長を赤ん坊がおっぱいを吸うシーンで見せることで、 ミスリード、いわゆる誤解させてるんです、ね、実はですね、以後、タケノコ、かぐや姫ですね、あの、幼少期はタケノコと周りから呼ばれてますけども、タケノコはですね、セックスを暗示する場面でのみ大きく成長するという特徴があります。えー、例えばですねあの、この次にですね、タケノコが大きくなったのは、カエルを追いかけてる時なんですね。まだハイハイもできない状態からですね、カエルがですね、なんかこう、ぴょんぴょんと飛んでるのを見て、急に嬉しそうに。 あの、近づき出すと。そうすると、カエルがですね、なんか、2匹繋がると。で、そしたらですね、もう、絵コンテにもですね、急に加速して追いかけるって書いてるんですね。で、このカエルがくっついてるのは、これ何かっていうと、まあ、カエルの求愛行動ですね、交尾ではなくてですね、えー、包摂というふうに言います。濁に接すると書いて、包摂というふうに言うんですね。これ何やってるかっていうと、オスのカエルがメスのカエルの上に乗っかって、お腹を激しく、あの、なんだろう、抱えて、 でその,無精,あの卵を無精卵を産ませたその上からですねオスのカエルが精子をかけることによって繁殖しようとしてるんですけどもこれを見た瞬間にですねこれわざわざ書かなくてもいいんですね。 普通にカエル見て喜ぶシーンだったらこれだけ書きゃいいのにわざわざ絵コンテにもですね、包石っていうふうにカエルの交尾っていうふうに指示があってですねで、これを見たかぐや姫がそれを捕まえようとしていきなりハイハイをしてその後も立ち上がって歩いてしまうというところまで書いてます、えー。で、ハイハイしたですね、竹の子はですね、カエルのオスを捕まえてで、大きなおじいさんの方に渡すおじいさんは訳がわかんないから、ああいい子だいい子だって、まあ,あ急に大きくなったなと言って笑っているというシーンです。 で、このカットの後ですね、それを庭から見ていた子供たち、村の子供たちがですね、あいつなんだ、急に大きくならなかったか、と。急に大きくなったよな、変だよな、まるでタケノコみたいなやつだ。タケノコ、タケノコと言って生やします。この村の男たちに生やされてですね、また女の子大きく、タケノコ大きくなるんですけども、これ見たらわかる通りですね、村の男、あの子供たち全員男の子なんですね。で えー、この後もですねあの村の中のシーンっていうのは結構出てくるんですけども基本的にですねもちろんあの村には女子もいるんですけど画面から巧みに外されてたりですね一緒に遊ばないという設定になってきてタケノコっていうのはですねずっと周りに男子をはべらしているいわゆるサークルの姫状態になっているんですよ。でこれもですね 普通に見てたらまず気づかないんですね。僕らは画面の中でこういうふうにおちんちん掘り出しの男の子がいても何とも思わないんだけども、なぜその中に女の子がいないのかっていうのはなかなかわかりにくい。で、で、これに対してですね、あの子供たちがですね、たけのこ、たけのこって生やすとですね、そしたらあのおじいちゃん、おじいさんがですね、あの、一生懸命、姫姫め、って言って呼びかけると。おじいさんと男の子たちっていう、 男から両方呼ばれることによってこのタケノコはまた何センチか急に成長が身長がグググッと伸びるというシーンがある男に相手にされるというかですねその男と交わることによって彼女は成長するっていうのがですねどん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 描かれていきますでえー、っとですねでタケノコはですねその後何日かしてもう本当に、ね、あっという間に成長していくんですけどもですね えー、これ一番上の絵を見てくださいおじいさんと一緒に竹林に行って竹を取る手伝いをしてましたで危ないから向こう行っていなさいって言われたらまだ着てる服がです、ね、もう袖も,もう本当に手首まであってです、ね、であの裾もです、ね、足首の辺まであるぶかぶかの服ですでそれがです、ねえー、イノシシの子ども、ね、いわゆるウリ棒とです、ね、遊んでたらです、ね、母親のイノシシに襲われて で、えー、危うくですね、捨て丸兄ちゃんですね。まだ子供時代の捨て丸兄ちゃんに助けられます。で、捨て丸兄ちゃんに抱きかかえられるようにして、えー、やぶに落ちたらですね、あっという間に大きくなってるんですね。で、捨て丸兄ちゃん、あれお前、急に大きくなってないかというふうに驚くんですけどもですね。やっぱり、この、あのー、たけのこがですね、最終的にかぐや姫になってから、後で言う、あの、あの頃に帰りたい、野山の中に帰りたい、みんなと一緒にという、 みんなっていうのののは、完全に男の子ばっかりの世界だっていうのがです、ね、ここわかるんですね。だからよくその女性問題の人たちがこの「かぐや姫」っていうのは男社会の中で女がどんなに抑圧されたのかっていうふうに言ってるそれはわかりやすく書いてるんですけども高畑勲は同時にわかりにくく書いてるのはですねそのかぐや姫後のかぐや姫竹の子っていうのが実はどんなに男ばっかりを相手にしているような女なのかそれは本人の なんか、小ではないんですね。おそらく、かぐや姫という属性でこの地球に持ってこられた時に、つけられた能力みたいなものも関係してるんじゃないかというふうに考えてるんですけど、それはまあ、後の方でゆっくり話します。あの、とりあえず画面上で慎重にですね、女子が外されてるってことだけ、ここで覚えておいてください。で、次の成長のシーンですね。えー、水浴びのシーンです。水浴びのシーンで、 えー、こっち来いよっていうふうに男の子たちは言ってる男の子たちはすっぱだかですでタケノコがですね裸になる,なるなんて恥ずかしくてできないだろうと思って男の子を呼んでるとタケノコはもう本当にためらいもせずにすっぱだかになって水の中にドーンと飛び込むそうすると男の子たちはすっぱだかで飛び込んだタケノコを見て「ええって見てるんですけども水から出てきたタケノコはもう髪の毛も伸びてもう美少女になってるんですねで、えー、これやっぱり男に裸を見せるとまた成長してしまうと。 カエルの降雪を見て成長して、男とおじいちゃんに交互に呼ばれたら成長して、捨て丸兄ちゃんに抱かれたらまた成長して、村の男の子たちに裸を見せるとまた成長するってですね、もう言い逃れができない状態になってるんですね。かぐや姫っていうのはこのように、極めてエロティックなというか性的な話です。で、ここにですね、一応あの他の赤ちゃん抱えた女の子が後ろに立ってるんですけども、 言い訳みたいに立ってですね、この女の子何も活躍しないし、あとで村の中でですね、例えばわらだこは叩いてる女の子もいるんですけども、あの、竹の子はその女の子たちの仲間に入ろうとせずに、すぐに赤ん坊を抱えて男の子たちと一緒に遊びに行っちゃったりするんですね。で、男の子と一緒にあそあの遊びに行ったその先であったのがですね、記事事件です。 えー、捨て丸兄ちゃんがです、ねえー、キジマル兄ちゃんもう本当に見事に「取ったぞ!」のポーズをちゃんとしてくれるんですけどもですねその時にですねかぐや姫が、えー、兄ちゃんのところに行って「危ない!」っていうふうに言われてるけど行ったんですけども落ちてしまい、えー、捨て丸兄ちゃんにですねガーッと危ないからと抱えられてです、ね、もうまともにですねおっぱいのところにガーッと捕まれると。 あっという間にまた髪の毛が伸びてですね、え、お前またでかくなってないかと、いうふうに捨て丸兄ちゃんに言われてしまうことになりますで。これもですね、あの、やっぱり気になる男とくっつくとさらに成長が早くなってくるということで、実はそのかぐや姫っていうのは、 あの男から欲望の対象にされたというふうに後半そのように見えがちなんですけども前半からですね最初からそういう世界にいる存在であったっていうのがですねちゃんとあの書かれていることは書かれているんですねで、えーまあ、この「実はエロい」っていうのはこれぐらいにしておいてそのほかに「カウエー姫の物語」ってね実はギャグが多いんですよめちゃくちゃ多いとで、えー、この直後のシーンもギャグなんですけどもあの このですね、捨て丸兄ちゃんがですね、かぐや姫がですね、あの、どんどん大きくなっちゃうからですね、俺、お前がこれからどんどん大きくなって、俺たちとは違う世界に一番ような気がするっていうふうに深刻に語るんですね。そうすると、えー、っと、あの、タケノコはですね、なんでそんなこと言うのタケノコはいつまでも捨て丸兄ちゃんと一緒だよっていうふうに言うんですよ。これ一応盛り上がるシーンじゃないですか。なんか、この距離感で、なんでそんなこと言うのタケノコはいつまでも捨て丸兄ちゃんと一緒だよって言うから、あ、なんか、 良い雰囲気で完全に告白シーンっぽくなってるかなと思ったてステマル兄ちゃんもですねあこれは告られるんだと思う顔で見てたらですねずっとずっとステマル兄ちゃんのこぶだよっていうんですよねなんかそのこぶっていう外し方がですね明らかにこれやっぱりギャグなんですよでもこのギャグっていうのがですねそのなんだろうな。 金曜労働省の時もやっぱりあんまり伝わらないんですよね。あの、ここで笑わせたいってことでずっとずっと混むっていう、なんか、ずっとずっと友達ずっともだよみたいな感じで言ってるんですけど、あんまりね、伝わらないと思う。で、他にですね、ギャグシーンというのはですね、例えばあの、かぐや姫が髪を上げて、で、えー、なんだろうな、まあ一応成人して、あの、所長がと成人してって、で、美人になったと。美人になったという噂が、 なったので、貴族が、5人の貴族が先を争って核兵器のところに猛出してくると。で、その時に牛車で来るんですけども、まあ、牛車というのは、あの、牛が引っ張る車ですね。みやびな、ゆっくりは走る車です。で、それで来るんですけども、その牛車のカーレースシーンがあってですね、これあの、真横から書いてるんですけども、四枚ですね。えー、義車があまりにも速い速度で走ってるんで、手前の柳とかですね、人間とかがもう全部シルエットでボケて書いてるんですよ。で、よくよく見ると、この、 えー、堀の横お堀の横走ってるんですけども、このお堀のよ横で立ってる民間人を全て落として走ってるんですね。つまり絵として言ってしまえば、これ宮崎アニメなんですよ。宮崎アニメでスラッグ渓谷とかで道楽一家の車が来た時にみんながうわーって川に落ちるとか、そういう風なシーンありますよね。あれと同じで,ですね。完全にギャグシーンとしてわざわざぎしゃで。 もう本当にものすごい大迫力のカレースやって、周りで庶民がジャッパンジャッパン水をしてるシーンやってるんですけども、不幸なことにやっぱりこれを笑ってくれるとあんまりいないんですよね。そうじゃなくて男の愚かさに見えちゃうんですけども、ここを笑っていいシーンなんですけども、なぜか高畑勲がですね、やってるとですね、なかなか笑ってくれ、もらえないんですよ。もう本当にね、お話もね、あの話というかですあ、ね、の絵も本当うまいんですよ。で、この絵のうまさの方にあまりに引っ張られて、だってこんな、 の書けないんですよ。あの手前の方を通り過ぎていく人物とか木とかを半透明で描いて、でそれを何だろうな、この絵本風の絵で動かすなんていうの、本当に誰もできないことをやっちゃってるからみんな、ああ!」って言ってて、で、こんなにいっぱいある盛りだくさんにあるギャグを見逃しちゃうんですね。で、ここもですね、あのー、 で5人の貴族がですねあの来たらですね相模っていうですねあのかぐや姫の家庭教師みたいな女の人がですねでは五順に姫様にお言葉をって言うんですよ原作にこんなシーンないんですね原作は1人ずつ来るんですよでアニメはまあ時間省略で5人で来たとしましょうなぜ5人を横並びにしてですね真横から撮るのかってこれは合コンですよ完全にこれネルトン・ベニクジラ団の告白タイムってやつで <laughs> お願いしますかぐや姫さんっていうふうに1番から順番に手を伸ばしてるシーンのか

なんだろうな、いっぱいプロポーズされたんだけども、かぐや姫があまりにも会いたくない、会いたくないって言ってるから、みんな早々に諦めたと。で、とりあえずと,とことんエロい、公職で有名な5人だけ残ったから、無理難題をふっかけて、断ったという設定になってるんですけども、だからそういうのが全然描かないというですね、原作はそこら辺すごい無視してるんですね、またもギャグ滑ってしまう。 で、この後です、ね、無理難題で、あの、宝来の、なんか、玉の枝とかですね、あと、なんか、ひねずみの皮とか、いろんなの持ってこいって言うんですけども、この、まあ、真ん中の太ったやつですね、あの、伊集院光が声やってるキャラクターなんですけど、<laughs> これがですね、ひねずみの皮っていうのを持ってくるんですね。火の中でも消して燃えないひねずみの皮です。では、それを私の目の前で燃やしてくださいっていう風にと言われて、しぶしぶ燃やすとですね、 燃えないんです。で燃えなくて安心したと思って一瞬安心したらですね、ポンっていって火がついてしまって、ええー、というふうになるんですけども、これはあの完全にあの高畑勲佐ですね、劇場版ジャリンコチェのタイミングと同じでですね、<laughs> ジャリンコチェのタイミングでやっても誰もですね、笑ってくれないですね。で、まあさっきのですね、ミカドの顎もそうなんですけども、なんでね、この、あの、ギャグがですね、笑ってくれないかと。えー、これはあの、 さっきのです、ねえー、かぐや姫が美人だという噂が出た時にですね「あの絵も言われぬ美しさはこの世のものとは思えません」っていうふうに名名付け親が言ってるとこの5人の貴族が囲んでると。でこの 車になって、真ん中の中心のところにこの貴族の真ん中のあの、名付け親の顔が出てきて、で、最後この貴族、名付け親の顔だけになって、牛、牛車のですね、車輪がぐるぐるぐるっと回転して、こっからカーレースになるっていうですね。これ何かっていうと、この5人が、いよいよ運命の歯車が回り出しましたみたいな、ダジャレみたいなシーンなんですよ。でね、 あの運命の歯車が回り出したで、本当に車輪が回るシーンを入れるって言うのはあまりに親父なんですよね。なんでかと思って。僕はあのドキュメンタリーのですね、えー、この。 カグエムの物語のドキュメンタリーの DVD 見たら、高畑さんがインタビューに答えてるんですけど、高畑さんのここら辺にある本棚にですね、もう悲しいぐらいユーモアとかギャンについての本がいっぱいあるんですよね。あの、イギリスジョーク集とかですね、日常のユーモアとかですね、あと、江戸の笑い話とかがいっぱいあって、高畑さん、お笑いも勉強したとか、それでこれかって思ってですね。 <laughs> いや、なんかね、あの、ちょっとあのね、DVD のね、本棚のシーンだけはね、あれ、あの、ブルーレイだから、ちょっとここ、あの、絵を出しにくかったんですけど、見物ですよ。あの、山ほど並んでるユーモア関係の本っていうのは、見たらちょっと切なくなっちゃったんですけども。真面目すぎるんですよね、本当に。で、えー、もう一つですね、その、なんだろう、かぐや姫の、 えー、く問題、まあ。さっき言った、あの、ろくな男がいないと。あと、あの、女性問題を描いてるっていうふうに、どうしても見えちゃう理由の一つにですね、かぐや姫の超能力が理解されてないっていうところがあると思います。かぐや姫の超能力って言ってもですね、ちょっとピンとこないと思うんですけども、これもともとおとぎ話なんですよ。で、おとぎ話だからですね、いろいろ不思議なことがあったり、あっても当たり前だというふうについつい考えちゃうんですけども、でもこの、 映画の中でですね、頂上現象ですね。頂上現象はあるパターンに沿って出現します。えー、っと、頂上現象の出現パターンをまとめてみました。登場する頂上現象一覧ですね。まず、タケのコかぐや姫のですね、特殊能力ですね。セックスと成長。これも最初に言いました。セックスを感じるようなところになると彼女は成長します。次に、チャームですね。 男性を引きつける魅力。これは男性にのみ発動するチャームの能力です3番目がですね怪力があって失踪がすごいっていうですねこれも後で出てきますで4番演奏旗り。5番透明化6番必勝。」ってあるんですねこれこの映画の中で全て書かれてるんですけどもなんとなくおとぎ話だからっていう風に捉えてる人多いんですけども実はこれ全部超能力なんですよでこの下半分がですね月からの超常現象です 月面、月の都から送ってくる蝶々現象として、一番天性、二番金とか衣、三番幸運、四番時間巻き戻し、五番蘇生っていうのがこれもね、すべて出てきますので,ですね、えー、ちょっとこれを、特にあの、チャームですね、かぐや姫の能力のですね、チャームの能力っていうのがわからないと、このお話がですね、ずれて見えちゃうんですね。で、そこからちょっと語っていこうと思います。えー、まずですね、かぐや姫、 の物語に出てくる男ってみんなのクズばっかりと言われてるんですけど、これ違うんですよ。竹の子かぐや姫が、えー、魅力チャームというアビリティ能力を持っているので、周囲の男のですね行動とか判断をすべて歪ませてしまうんですね。あの僕昔あの小学校の頃にですね読んだ宇宙論の本っていうのがですね図書館にあって分厚い本で小学校6年の時難しくて読めないんですけど、その中で一番面白かったのが重力場の説明なんですね。 で、重力場の説明で、ゴムの薄い膜が、まあ教室中に高さ1メートルぐらい張ってあると思えと。で、そこにボーリングの玉をドンと置くと。そうするとボーリングの玉の分、ゴムはギューンと凹むと。じゃあ、その周りに B 玉があったらどうなるか。B 玉は、そのゴムの膜が凹んでいるから、そこにどんどんどん吸い込まれるだろうと。向こうの方から転がってきた B 玉も、そのボーリングの玉によって作られた凹みで、ギューンとコースを変えると。これが重力場というやつだと。 つまり強い重力を持っているものは、周りを歪ませ、力を発生すると。で、かぐや姫も同じなんですね。周りの人間関係を歪ませたり、周りの人間の欲望とかですね、あと決心を歪ませる、そういうチャームの能力を強く持っている、重力部は強く発してるんですよ。でも、この能力というのはかぐや姫のせいじゃないんですよね。だから本人にもどうしようもなく制御ができないんです。で、これ例えて言えばですね、脇の下からですね、 なんか、またたびの匂いが出てるのと同じなんですよね。もし、<laughs> 自分の脇の下からですね、またたびの匂いが出てしまったら、それは猫はニャー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 言いますよ。で、そんなことがあったら、猫嫌いになって当たり前なんですよ。もう猫はクズばっかりだと、私の脇の下ばっかり狙ってるっていうふうに思って当たるんです。でもそれは猫の責任でもなければ、本人の責任でもないんですよ。猫はまたたびの匂いを、まあ、嗅いだら、理性を失っちゃうのと同じで、理性あるかどうかは別として、同じように、かぐや姫の魅力には、 基本的に人類は逆らえないというふうに、このアニメの中では設定されてるんですね。理性が強かったら逆らえるとか、そういうふうな描き方をしてないんですよ。すべて鍵谷姫の、なんだろう、姿を見たり、もしくは演奏してることの音を聞いたら、チャームの魔法にかかってしまって、それは地上のものであるから仕方がないというふうに設定されています。このチャームの魔法っていうのをですね、えー、証明するシーンがあります。ここなんですけども、これあの、 5枚同じ絵が並んでいるように見えますね。これあの、開始からですね、1分、1時間8分55秒のカットです。DVD を持っている人後で確認してください。1時間8分55秒のカットで、このワンカットですね、実に20秒このまま続くんですね。で、全く同じ動きがないように見えますが、実は動きがあります。ですね。何かっていうと、 わかりにくいんですよえっ、ー、とね丸をした位置にチョウチョが飛んでるんですよこういうコースではいでこのチョウチョがですね全く動きがないところをですね バーッと飛ぶだけでまるまる20秒使ってるんですね。で、この蝶々というのは何かというと、あのもうこれあの日本の古典とかを詳しい人だったらわかる通り、安住鏡に出てくるですね。えー、怪しいもの、怪が人を馬かす時の象徴的な表現なんですね。中国の文学によればこれは幻想の表現、夢幻のシーンなんですけども、安、え、住、ー、鏡によるとこれはこれからですね何か怪しい現象が起こる、怪が起こるというサインなんですね。でそれを 高畑さんは日本人だったらわかるだろうって言ってですね、20秒間蝶が飛んでたらですね、これでこの男たちが今魔法にかかってるという状態が説明できたというふうに思っちゃうんですよ。<laughs> 悪いけど高畑さんそれ無理だからって思うんですけどもですね、この瞬間ですね、この5人の貴族たちは魔法にかかってるんですね。かぐや姫のチャームの魔法にかかってるのでですね、 もちろん一番最初に噂を聞いて、かぐや姫のところへ、その、ぎっしゃレースで、ダッシュで行った時は、もう、すけべ心なんですよ。単なるすけべ心なんですけども、ところが、かぐや姫と会えるとなって、この琴の音を聞いて、声を聞いた瞬間に、20秒間かけて蝶を飛ぶシーンだけで表現してるので、わかる通り、彼らは魔法にかかっちゃって、以後ですね、かぐや姫から無理難題を押し付けられて、3年間その無理難題に、ひたすらそれなりの誠意ですね、あるものは本当に、 旅をしたり、海の中に旅をしたり、あるものは本当に命をかけてですね、ツバメの数の高いところから拾おうとしたり、あるものは財力の全てをかけて、払えないほどのお金をかけて偽物を作ろうとしたと。やってることはダメなんですけども、ただその熱意だけはものすごいんですよそれはなんでかっていうと、かぐや姫によってここでチャームの魔法をかけられてしまったと。いわば被害者なんですよね。で、そこら辺が見えなくて、この、なんだろうな、ちゃんと蝶のシーンっていうのが20秒もかけて、 コンテを見たらですねあのまるで物見、えー、なくっきりと鮮やかさを増しまるで LSD か何かの覚醒作用が働いたのよっていうふうに <laughs> コンテにきっぱり書いてるんですけどそういうふうに高畑さんはあ,のある種の幻覚作用があるっていうふうに書いてるんですけどもそれがないとですね分かんないと。 で、あの、おじいさんが、例えば、かぐや姫のですね、望みを押し殺して、あの、いわゆる、なんだろう、あの通俗的な幸せばっかりを押し付けてると。だから、おじいさんもクズだっていう人もいるんですけども、あのですね、大ですね、あの、かぐや姫のあの、おじいさんの愛情っていうのも、あれもね、かぐや姫の現実の一つなんですよ。だから、お母さんはかからないんですね。お母さんは、かぐや姫のチャームの魔法がかからないから、かぐや姫にナチュラルに接してるだけでですね、 お父さんの方は、まともにかぐや姫のチャームの魔法にかかってしまったのですね。だから、タケのコの幸せだけを永遠と思っちゃうんですね。で、その幸せのやり方っていうのが、この5人の貴族と同じように、自分が思いついた稚拙な方法しかできなくなっちゃってる。なんでかと,いうと、チャームの魔法で、当たり前ですけど、知能シスも下がっちゃってるからですよね。<laughs> なのでですね、なんかそれは、あ、なんかね、竹の子の幸せだけを願ってると言っても、それはタケノコかぐやの幸せとは、実は直結しない。股並びで興奮し してる猫でですね、そのなんだろう脇の下が温かみ臭い男の子が幸せにならないのと同じですよね。で、この現実、あのチャームの魔法は男にしか通じないと。だから家庭教師の相模美っていう嫌味なおばさんには全く通用しないですし、村の女の子は竹の子に対して一貫してフラットな態度です。で、えー、竹の子の家で雇われている次女たちも竹の子に対して態度が別に変わったりします。男ばっかりが変なんですよ。だ、それは美人だからだっていうふうに。 アニメ見てる人はついつい思っちゃうんですけども、このシーン見逃さずに見ていればですね、何か特殊な能力が発動しているというのがわかります。で、結果として言えばですね、この、かぐや姫の物語というのからですね、チャー、あの、ステマル兄ちゃんですね。さっき言ったステマル兄ちゃんだけは助かるっていう話なんですよね。実はかぐや姫やステマル兄ちゃんもチャームの魔法で、言い方悪いこと、垂らし込んで一緒に逃げようみたいな形になったんですけども、途中からですね、こう、 空を飛んでいる最中に後ろにでっかい月が出てきてです、ね、月からですねチ当たりースがバッと伸びてきて <laughs> まあ行っちゃえば「バカ野郎かぐや姫見てるぞ」というような感じでバチ当たりースがあってかぐや姫が「あー」って言って落ちたらなんとうまいことですねあの「娘丸兄ちゃんはですねこれ月からの能力ってすごくて時間戻しまであるんですねそうするとですね記憶はあるんだけどもそんなことがなかったことになっていてでもほ本当にそれはあったんですよ。だかから、かぐや姫がいいたという証拠はあるんですけども。 あの奥さんと子供が近づいた時にですね、捨て丸兄ちゃんは慌ててごまかして子供をこう担いで、根底にはですね、妻の目を見ないようにしている、いやましいって書いてあるて、ですね。根底 <laughs> には妻、妻も何かを気づいているが言えないって書いてあるんですけれども、捨て丸兄ちゃんは、だから、その、なんだろう、月の光によって助けられたという、なんか、ヴァンパイアに噛まれずに済んだみたいな話になってるんですよね。で このあたりのですね、そのかぐや姫の蝶々発誌の面白さですか実はかぐや姫が言っている、私は私らしく生きたいとか、あの、そんなのは私の幸せじゃないっていう、セリフで言ってるテーマと、絵として何が書かれているのかというのを両方見ていると、このかぐや姫のものすごい複雑な構造がわかってくるんですけども、ここら辺のそのレイヤー構造っていうのを、なんかね、さすが最後の作品だけあって、めちゃくちゃうまく組んでいるんですよ。なので、 もうちょっと後で話します。で、あとあの、この3番目のですね、この怪力失踪ですね。これはもう、皆さんもわかる通りですね、かぐや姫のですね、ばーっと走るシーンなんですけども、これもですね、走るシーンの作画が見事すぎて、あと、あの、そんなに美人というのが本当は不細工じゃないが、どれどれ見てやれっていうので、かぐや姫が怒って、ガーっと飛び出す。その中、追い詰まれた女の気持ちっていうふうに集中しちゃうんですけども、絵をよく見るとですね、 <laughs> なかなかそんなもんじゃないとこれあのそのシーンなんですけども <laughs> どれどれ見てやれっていうふうに言って鍵谷姫が目が怒る目が怒った後、「あの「ああ」とかって言ったらですね急にものすごいロングになるんです、ね、でその後、ですね貝合わせの遊びやってるんですねまあ 神経衰弱みたいなものをやってるんですけどその貝をバキッと割るんですけどこのバキッって割るのも怒りのあまり割るというふうに思うんですけども絵コンんでみると割れるはずのない貝が割れるって書いてあるんですね <laughs> つまりなんかそれをバキッと割るのでこのシーンの正しい解釈は「クリリンのことか」なんですよ。<laughs> <laughs> クリリンのことかでついに能力が発動しちゃった。でその後、服脱ぎなながらなんですけど 部屋を出るとき家を出るときもですねあの襖を 2, 2枚吹っ飛ばして出てるからです、ね、ついつい見逃したんですけど3枚目はですねだから明らかに人間の力じゃないんですよ人間の力じゃなくて頂上の力で,ですね山の中へダーッと走っていますでもうこの辺のシーンすごい好きなんですけどもあ上下逆だったすみません 山の中を走る時もですね、もう最初の方、ちゃんとうまくですね、月が見てるんですね。そのかぐや姫の怒りを。で、かぐや姫、山ん中を走ってるんですけど、最初は走ってて、だんだん体が前に鏡込んできて、もうその次は四つん這いになりだして、最後、四つん這いで走り出してるんですね。で、これもその一連の流れで見てると、かぐや姫の失踪っていうふうに見ちゃうんですけども、細単位でよーく見ていくとですね、かぐや姫っていうのは四つん這いで走ってると、つまりこの時は獣になってる。 わけなんですねあの。人類ではないとは言いませんけれども本当に人狼人狼的な動きをしているとだからかぐや姫が本気になったら人間では壊せないものを壊してでそして人間では走れないような距離を四つ足で走る能力があるというふうなことを言ってるんですね。あのこの辺も、おとぎ話だからと,か心情表現だというふうに見ちゃうとちょっとるんちゃう。でその他ですね えー、この演奏旗りというのも何かっていうとあの相模からですねずっと教えられていた琴の演奏もですねずっと嫌がってやらなかったと,ところが目の前にお父さんですね翁が来ると急にうまく演奏する周りに男の目があると急にこの演奏能力とかがですねカッと上がるんですねところが旗りだけはいつまでたっても上手くならないなんでかというと旗りの時は近くにいるのがおばあさんだからです こういうふうにですね、その、なんだろう、男がいるときにだけ上がるアビリティっていうのをですね、あの、かぐや姫っていうのは多数持ってるんですけども、それをですね、そのわからないようにというかですね、ちゃんと入れてるからわかる人にはわかるように作ってるんですけども、一見したらちょっとわからないように作っているのが、まあ、かぐや姫の。 まあいつもの高畑演出のやり方ですね。もうこともあっという間にですね、弾けるようになったのでですね、俺はもうあの、ムーンクリスタルパワーメイクアップって呼んでるんですけどもですね、<laughs> 月の光で何でもお前は可能になるのかよというふうに思いますで。あとはこの透明化ですね。えー、家まで会いに来る帝ですね。家にまで会いに来る帝で、帝が出てくるし、帝が鍵姫に出てくるシーンにはですね、必ずトンボが飛んでるんですね。で、あの、鍵姫の部屋の前へ来てもやっぱりトンボが飛んでる。 これは秋をね、あの、印象付けようとしてるのかと思ったら、帝がこの、なんだろう、影風のところへ行くシーンだけなんです。何かっていうと、トンボっていうのは秋津島、つまり、日本の古い言い方、日本の古い言い方である、日本の象徴であると同時に、あの、トンボが交尾している形に日本列島が出来上がったという古事記の記述があるのでですね、その、 なんでしょうねあ。つまり、天皇、帝はですね、セックスする気満々でここに来てますよっていうのを象徴するのにトンボを飛ばして、日本人だから皆さん分かりますよねっていう、例の高畑演出やってくれてるんですけども。いや、高畑さん、面白いけど、無理っすよって思うんですよ。だから本当は、なんだろうな、別に今回だけの話に限らず、蛍の墓にしても、あの、なんだろう、思い出ポロポロにしても、 あの、隣の山田君にしてもですね、高畑アニメっていうのは、このレベルで研究しないとなんかね、あんま面白くないんですよ。だから、見たけどもあんま面白くなかったって、あの、さっき50%ぐらいの人が言ってたんですけども、それって僕らが宮崎アニメ、ジブリに慣れてるからです。宮崎アニメっていうのは、見たら面白い、面白いことに対して監督が責任感を持ってくれるんですよ。でも高畑勲夫は、面白いことには責任を持ってくれないんですよ。そうではなくて、 本物であることに責任感を持ってくれるのでですね。なんでしょうね。ディズニーランドとゴシック建築の差があるんですよね。どっちが好きかなんですけども、ディズニーランドのつもりで行ってですね、神社に行っても面白くないわけですよ。それは当たり前です。アトラクションないですから。でも僕らついついアニメってそんなもんだというふうに考えちゃう。で、しょうがない。そこがわかんないから、表層に出てくるテーマとか、表層に出てくるセリフのみで、高畑アニメを見ちゃうと、どうしても中途半端な面白さに見えちゃう。 この辺がね、なんかこう、めんどくさいですね。で、えー、もうこの、頂上現象だけでもやって、前半終わりますね。もう、と <laughs> っくに延長になってますけどもですね。えー、これですね。抱きついてくる帝。で、ヒーとか言ってる、なんかもう本当に梅津和夫の絵みたいになってるんですけども、あの、後ろから抱きつかれてヒいって言ってるんですけど、お前と。 俺、なんかね、本当に突っ込んじゃいましたよ。お前、カエルがこのポーズの時にあんなに子供の頃喜んでたじゃねえかと。子供の頃カエル捕まえに行ったくせに自分が同じことをされたら何が非だよとかって思うんですけども、あの時のカエルだってメスの方嫌だったかもわかんねえのって思うんですけども。まあ、この、これをされたのですね、まあ、あの、彼女はですね、嫌がるあまりですね、そのまま透明になって逃げると。この透明になって逃げるのポイントは、 ミカドが誤ってもうしないって言ったらですね、実体化できたんですね。つまりこの能力をですね、かぐや姫は実は意識して自分で使いこなせるっていうことなんですよ。で、本当はだから、なんだろう、か弱い女ではなくて、地球人にはないような能力をいっぱい、特殊能力をいっぱい持っている、いわゆるなんかスーパームーンみたいな存在なんですけど、スーパームーンガールなんですけども、 そうでないっていうふうに見ちゃうと、かぐや姫をか弱い女として見ちゃうんですね。でもそうじゃなくて、こんなすごい超能力を持っていながら、自分のことを幸せにできなかった女の子っていうのを書こうとしている。そこら辺をちょっとあの、くみ取ってあげればいいんじゃないかというふうに思います。で、 まあ、あと最後の影姫の能力、飛翔ですね。えー、捨て丸兄ちゃんと再会した時に空を飛んだ能力なんですけども、これの空を飛ぶ時も注意して見てみるとですね、捨て丸兄ちゃんと地面すれすれ飛んでる時に、同祖神ですね。お地蔵さんみたいな同祖心を手を合わせて拝んでいるおじいちゃんがいたんですけども、そのおじいちゃんからこの二人の姿は見えてないとかですね。いろんな特殊能力があります。で、あと月からの頂上能力。さっきも説明した通り、天性っていうのは地上にまあ降りてきた方法ですね。 で、沖縄に与えていたこの金や衣ですね。これもですね、あの、沖縄に与えていた育てるお礼なんですけども、同時にですね、お金を与えられるだけで、実は半年そこそこで沖縄はですね、都に大きい屋敷を建てて、 で、かぐや姫をそこに連れて行って、家庭教師で一流の人を連れてきて、で、貴族たちと見合いをさせるというとことが成功してるんですよ。つまり、なんか多分かぐや姫だけではなくて、沖縄にも何かついちゃってるんですね。実力以上の、なんだろうな、人外の力みたいなものが沖縄にも働いてたということです。で、えー、まあ、 この幸運もそうですね。あの、半年足らずで、えー、貴族の仲間りができたのも、これもなんかそういうラックの魔法みたいなものが大きなにかかってたんだと思います。で、最後の、え時間巻き戻しと再生ですけども、あの、ここなんですね。えー、っとですね。捨て丸兄ちゃんに会いに行った時にですね、えもうステマル兄ちゃんいなくてですね、10年間帰ってこないというふうに言われてがっかりして、 まああのさっきの獣みたいにして四つ足になって走った後ですね、雪の中で倒れてしまったと。雪の中で倒れてしまうと、周りに飛天と呼ばれるですね、妖精がバーっと月の世界の妖精が周りを飛んできて、雪の中で倒れたはずなのか、はっと気がつくと、服が元に戻って、元いたところで寝ているっていうシーンなんですよ。で、これも、ああ、なんか行ったのが夢だったのかどうか、おとぎ話てからわかんないように書いてるのかなとかっていうふうに思っちゃうんですけども、ちゃんとですね、あの、 これ、れ本当は倒れたの昼間なんですねで。昼間雪の中で倒れたのにですねなんでここに月が出てるのかっていうと一晩経ったからじゃないんですよ実はなんかね絵コンテに書いてあってですねこの。 ふーっと気を失う、姫の周りに、飛天、ティンカーベルが踊り出すと。そうすると、時間が戻っているって書いてるんですね。つまり、時間の巻き戻し現象がここで起きていると。で、そのまま姫は実は一回投資してるんですね。で、投資して、目が覚めたらですね、蘇生、強制的に生き返らされて、自分の部屋の中で起きてると。 時だは。でこれどういうことかっていうとですねそのあとでやっぱあのかぐや姫がこれ夢だったのかしらと思ったら砕けた貝っていうのは足元に落ちているとつまり本当にあったことだったんですね夢ではなくて本当に全部あったことでですねかぐや姫っていうのは死ねない体なんですよ。 月の人たちは不老不死だから実はですねそんなことをしたら私は死にますって言ってるんですけどもかぐや姫っていうのは自分で死にたいと思わない限りでも自分で死にたいと思ったらそれが SOS 信号になって月から迎えが来ちゃうっていう装置になってるんですねそれまでは事故でも死ねない不老不死の体なんですよ 月でウサギが餅をついてるって言うじゃないですか。あの、餅をついてるっていうのもあれは餅じゃなくて、月には不老不死の薬があって、月のウサギっていうのは不老不死の薬を作ってるっていう説話が、日本では最終的にお餅をついてるってことになったので、月っていうのは不老不死の象徴なんですね。だから、かぐや姫っていうのはですね、死にたくても死ねない体のを持っていると。以上いったような能力、超能力を持っていてですね、で、そんだけ怪しい力を持っているし、見るものを幻惑させるので、 ステマル、貴族、帝、みんなクズだっていうのは、やっぱ僕これ間違いだと思うんですよね。それはかぐや姫が持つ超常の能力のせいなんです。でもその超常の能力はかぐや姫自身も被害者なんですよね。だから月の世界が言ってるのは、そんなすごい力を持ってるお前だから地上にいるべきではない。なんでか地上の人をみんな不幸にしちゃうからだ。罪の償いが終わったらさっさと月に帰ってこい。帰ってこなければ、お前は生きてるだけで周りの人をどん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 ,どん不幸にしていくっていうのが 月の本音なんですよね。だから帰ってくるのが当たり前の世界になってくる。でも、それを月の側を描くんではなくて、かぐや姫の主観だけで描いてしまう。そのかぐや姫っていうのはすごいなんだろうな。視野が狭くて、わがままな女の子として描いているのでですね、僕らにはそれがすごい見えなくなっちゃってるんですね。あの蛍の墓がですね、その反戦アニメと受け取らぬのと同じようにですね、かぐや姫の物語も、やっぱりその女性問題というふうに受け取られがちで。 でもちろん高畑さんは反戦意識もあるし女性問題っていうのも組み込んで作ってるんですけどもそれが主題ではないというふうに思いますえー、まだまだですねほは前半で語らなきゃいけないことがあるんですけどもえー、後半ですねえー、ちょっとあどうしようかなもうあと5分ぐらいだけかけてこの話だけしようあの早口で,です、ね、<laughs> やります <laughs> もうね今日終わんないと思ったんでもうちょっとやってみるね えー、実は竹取物語。このアニメはね。あの影姫の物語って何がすごいのかって言うと。あの常識なんですけど、これ原作は竹取の沖縄の物語なんです。竹取の沖縄の物語が影山の物語にされたっていうのが最大ポイントつまり、これおじいさんが主役の話なんです。おじいさんが主役の話を女の子を主役にしちゃったと何があるのかって言うとその。 もともとは竹の中の赤ん坊がいてその子を育ったんだけどその子が月に帰っちゃったとああ残される側の寂しさとか切なさをこれ本来描いてたんですねでこれはこの枠組みっていうのはもともとですね紀州竜理丹っていうですね、えー、尊い種の竜理丹流れされていく話といってですねあの神様とかですね英雄とかが えー、自分の生まれ故郷を追放されてさまよって試練を克服するとか罪を償った結果尊い存在になって元の国へ戻るっていうですね。これ世界中である神話の騎手リ理ンの枠組みになってるんですね。なので、例えばスターウォーズで言うとアナキン・スカイウォーカーがダー,ダークサイドを落ちてダース・ベーダーになった。そうするとルーク・スカイウォーカーがそのアナキン・スカイウォーカーが落ちたダークサイドの誘惑に勝っ でそして、ちゃんんと英雄になるんだって。これも紀手竜理譚の枠組みにスター・ウォーズも入ってるんですよ。なので、かぐや姫っていうのは本当は、より良き神になるためにですね、地上で苦労して、罪を償って天井に帰るっていう必要があるんですね。で、おじいさんっていうのはその場に居合わせて、たまたま姫に心を移してしまい、好きになってしまって、尽くそうとした結果、悲しみ目に遭うと。これが民話的な構造です。 これがまあ全世界共通の民話的な構造なんですけども、しかし、高畑勲はですね、和谷姫、この機手竜理胆のこっちの方を主役にするというですね、割とこれまでですね、あの、竹取物語をいろいろ扱ったりアレンジした中でですね、誰も思いつかなかった大転換っていうのをやるんですね。だから、 なんかと,いうと、これ、高畑勲にとってはですね、思い出ポロポロのリベンジだからです。現代の女の子の話で,ですね。テレビ、これ、どちらかというと、テレビの中の東京に憧れて、東京に出てきて、また田舎に戻るみたいな話っていうふうに考えると、この竹取物語をどれぐらいダイナミックに変えようとしてるのかっていうのが分かろうと思います。で、同時にですね、これ、天空の城ラピュタのですね、えー、なんというか、アレンジなんですね。あの、ストーリーではなく、構造として、パズーが沖縄でですね、シータが、まあ、あの、 えー、シータを主役にした天空の城ラピュタっていうのを考えてみたら、こういう話になるんですよ。天から女の子が降ってきて、何があっても守るぞと決意したですね、パズーオキナという奴がいてですね、しかしシータ家具屋はですね、貴族たちーラ一家とかですね、ミカドムスカにですね、さらわれてしまいそうになると、ついに天空の城ラピュタにですね、シータだけ帰ってしまっている。 その時にシータは都合のいいこと言ってくれないんですよ。人は大地に行きなければいけないのよっていうふうに言うんですけども、ラピュタのですね、光がピカーンと光ると、いや、それは気のせいだったわって言ってですね、ラピュタに帰ってしまうという現実的な話をですね、書いてると。で、おまけにですね、高畑勲っていうのは無類なまでにですね、登場人物の誰にも 感情移入しない作家なんですね。登場人物の誰かに自分の本音を言わせたり、信念を言わせたりするのではなくて、登場人物に感情移入しないし、見てる人も登場人物にあまり感情移入しないでくださいねって、蛍の墓で話した通り、いう作家なんですよ。なので、キャラのセリフに、キャラクターが発しているセリフにテーマを探してはいけない。これは後半でですね、そのシーンを見せてどういうことかというのをちゃんと説明します。 で、例えば、かぐや姫はさっきも言ったように、死の世界、不老不死の世界から来たんです。死なない世界から来たと。で、お釈迦様はですね、この世に生まれた時にですね、まあ、悟りを開くようになった、入門あの仏門に入るようになった、あの、きっかけっていうのは、4つの苦しみっていうのはこの世の中にあると。生きる苦しみですね。あと、老いる苦しみ、年を取る苦しみ、病気になる苦しみ、死ぬ苦しみと。この4つがあるからなんですよ。でも、かぐや姫はこういう、 苦しみが、四つの苦しみがない世界ですね。死のない世界から来たんですね。お次様っていうですね、お釈迦様の世界から来たので、生きる苦しみっていうのを喜びだと、生きる喜びだというふうに捉えてしまったんですよ。でも、人間はもともと命が有限で、いずれ死んじゃうからこそ、生きることは喜びだっていうですね、幻想を持っていると。でも、不老不死の月の世界の人たちは、生きることを喜びだなんていう幻想を持たなくて済むんですよ。死なないんだから。で、 この大構造がですね、見えてないとか、かぐやめのものだ言って変なことになっちゃうんですね。生きる喜びっていうのは、死ぬことが避けられない運命である人間にのみ与えられた幻想なんです。死ぬことがいつか死ぬんだと思うからこそ、生きることを喜びと考えないとやってられねえよっていうのが人間ですから。なので、その、穢れた地上に憧れたことがもちろん罪なんですけども、その地上に生きて穢れたものを味わって、 で、その結果、月に帰りたいと思うと。これがまあ、罰ですね。罪と罰の。まあ、あの、後でもっと言いますけど、これは第一段階の、あの、かぐや姫の罪と罰です。で、その後で、いやいやいや、でもやっぱ私は地上で行きたいと願ってもですね、それは、麻薬中毒者が一時期麻薬をやめると決意して、また麻薬やるっていうのと同じようでですね、お医者さんである月の人たちは、そんなかぐや姫の夜迷い事は聞いてられないっていうのが、不老不死の世界から見た、 その、穢れた世界を見るときの見え方なんです。穢れた世界がいけないっていうんではなくて、それは、穢れた世界というのはどういうものかというと、穢れたものを食べていて、なんだろうな、盗んだウリとかですね、殺したキジとかを食べる、穢れた世界だからこそ、人は死んでしまって、死んでしまうからこそそこに生きる喜びっていうのを無理やり見つけなきゃいけないんだけども、私たちはそんなことを最初から考えなきゃいいじゃないかという世界観だから、本当にギャップがものすごいんですね。じゃあ、 かぐや姫っていうのはどういうふうになるのかと、ここからどうなのか、あのまま月に帰ったらどうなっちゃうのかっていうと、不老不死でま過ごすんでしょうけども、あの不思議な月のですね、ずっと歌を歌って泣いたご婦人と同じく、毎日笑う歌をです、ね、歌って泣いて過ごすようになるのかというと、違うんですね。もっと壮絶なですね、運命がかぐや姫には待っています。それは 希望であるかもわかんないし、絶望であるかもわかんないと思います。えー、後半はですね、実はかぐや姫っていうのは魔法少女マドカマギカの大アレンジであるっていうですね、これあの、僕やっぱ今回見つけた一番面白いポイント、ここだと思うんですけども、ここまでの部分を全部言わないと、なんでマドカマギカなのかっていうのが伝わりにくいんですね。後半でゆっくり話してみようと思います。 はい、お疲れ様でした。無料はここまでです。えっ、ー、とですね、まあ、アップグレード情報なんですけども、えー、今、あの、ご覧になっていただいている田斗図書チャンネルはですね、今まで、まあ、1000本を超える、軽く超えるですね、動画をですね、投稿してるんですけども、そんな動画の中でもですね、実はあの、ぶっちぎり人気が高いのがですね、スタジオジブリ、それも宮崎駿ではなくて、高畑勲作品なんですね。そのホタルの墓のですね、無料動画が、 無料解説動画が一番人気高いんですよ。えー、2018年の4月にですね、公開したこの動画はですね、まあ今年の頭にですね、ついに100万再生を突破しました。まあ、売れっ子 YouTuber からしたら100万再生っていうのは当たり前の数字かもわからない。毎週そんくらいいくわとか、毎月そんなもん、いくつも出してるわっていうかもわからないですけど、やっぱ、この長い動画のこんな内容でおっさんが一人でですね、あの喋ってる内容で言うっていうのはなかなかね、あの僕らにすれば偉いことなんですよ。で、 これ、これが100万再生言ったんですけど、ところがですね、あのー、この100万再生を記念してですね、今年の2月にアップグレード動画でとしてですね、ホタルの墓を まあ、もう一回再放送したんですよ。そしたらこの再放送の動画がやっぱり100万再生を記録してしまって、ちょっと待てよと、一体どうなってんだと僕らも。あのー、まあ、本当にですね、あの、僕らのすべての動画がこれぐらい再生されてくれればいいのになと思うんですけどもですね。えー、これが何を意味しているのかというとですね、高畑勲佐の作る作品っていうのはですね、映画というのはとんでもなく深くて面白いんだけども、実はそれを理解するのはとても難しい。 でも理解の仕方の補助戦ですかね。こういうふうに考えれば面白いよっていうふうなのをきっかけをさえ話せば、あ、なるほどっていうことで、なんか結構ね、夢中になって見てもらえるんだっていうのが、この100万再生かける2回っていうのをですね、僕はあの証明されてるんじゃないかと思います。えー、前半でですね、あの、さっきの無料部分で語っていた、あのね、えー、かぐや姫の持っている特殊能力っては何なのかっていうことなんですけども、あの、 これやっぱあの、ホタルの墓があの、戦争の悲惨さ、悲しさを書いた反戦映画だというふうに見られるのと同じように、かぐや姫が持っている特殊能力っていうのがね、なかなか理解されない。で、ところがですね、この、かぐや姫の物語の中では、かぐやが持っている、なんだろうな、えー、スーパー能力とか、まあ、超能力みたいなものって、作品全体で見たら、実は基本設定なんですよね。あの、 まあまあ古い例で言うと、本郷けしは改造人間であるとかですね。あとあの、ランマ二分の一で、あの、主人公は水を浴びるとですね、女になるみたいなですね。実は基本の基本の設定として、あの、かぐやはですね、実は超能力を持ってるんです。で、それを自覚しているかしてないかわかんないですけど、それを出したり引っ込めたりしてるから、いろいろドラマが動くんですけども、ところがですね、 この基本設定が実は割と見てる人に伝わってないので、あの、お話の意図が分かりにくくなっていると思うんですね。で、で、面白いのは高畑勲自身がこういうどれぐらい観客に伝わっているのかどうかっていうのをあまり気にしてないし、伝わってないことを正直へとも思ってないと。それよりは自分がどれぐらい表現できたかに関心があって、それがどれぐらい伝わっているのかっていうのはあんまり興味がない。残念には思うんだろうけども、 あまりですね、そこに関して、もっと大衆的に分かりやすくしようと思ってないと。芸術家ってね、こんなもんだろうな、っていうふうに思うんですけども、あの、村上隆はですね、もう一回、あの、影上の物語を見てですね、アートというのを考え直してほしいだって、いや、今更僕がね、言うようなもんでもないんでしょうけども、えー、これぐらいですね、なんだろうね、あの、うん、山の、 てっぺんに立っていいと思うんですよね。芸術家っていうのは。それはもああの、下々の人間にまで分かりやすく面白く、誰にでもっていうのは、なんだろうな。芸能のやる仕事であって、エンターテインメントのやる仕事であって、芸術っていうのはですね、これぐらいの高みに立って、平芸してくれた方が、この世界のピラミッドっていうのはね、 あの、より高く面白くなると、年齢層によって受け取れるものが違って複雑になっていけるようなもんじゃないかなというふうに僕は思います。えー、さて、ここから先はですね、後半です。えー、前半ではですね、ま、この後半もね、45分以上あるんですよ。覚悟してください。えー、前半ではですね、多くの人が見落としたであろう主人公、竹の子ですね、家の持っている えー、超常的な力、超能力をですね、紹介しました。えー、彼女は超能力があるということを理解した上でですね、この映画を見直してみると、まあ、だいぶ見方が変わると思います。えー、後半ではですね、この作品の作り方、キャラクターの扱い方、あと、高畑勲という作家のあり方ですね、えー、まあ、 彼について、高畑勲という人間について考えて、そこから見えてくる、かぐや姫の物語というですね、あの、テーマについて、えー、かなり、あの、深くまで語っていってます。えー、ここから先はですね、あの、有料の放送になります。えー、続きが見たい人は、YouTube のメンバーシップですね、えー、ドワンゴのブロマガチャンネル、岡田都夫アーカイブ、どれか好きなものを選んで、えー、入会してみてください。あの、岡田都夫アーカイブがですね、値段的には一番、えー、なんだろうな、あの、まあ、ま、 まあまあお得になっていてですね。で、そっちの方入っていただけると、あのすべての、なんだろう、ゼミのですね、文字起こしとかも見れるのでですね。できればそっちの方が僕は、あのー、使い勝手もいいから嬉しいんですけど、まあ本当に、あのー、自分の入りたいところで全然大丈夫です。あの、YouTube が俺は一番いいっていう人は YouTube だし、 あとは、なんか、いや、まあ、あの、ドワンゴのニコニコ放送に、やはり青春を捧げた、僕としてはっていうのがあるんだったら、そっちでも構いません。えー、今ですね、あの、500円のですね、限定会ですね、YouTube や、えニコニコの限定会に入会していただければですね、先日アップグレード投稿した、え同じく高畑作品のですね、平成狸合戦ポンポコ解説の有料版もですね、え今だったら、あの、ギリギリ見れます。平成狸合戦ポンポコいらんわって思うかもわかんないですけど、やっぱあの、いらんわってう、その心も高畑勲 あの芸術性によってですね、僕らはあの映画をなんだかわからん変なものと捉えるんですけど、あれ、本当に面白いんですよ。高畑勲というやつのこの癖がわかると。やつのって言っちゃダメですね。もう死んでしまった <laughs> 偉い人なんですけど、やっぱね、宮崎さんとか高畑さんに関しては、なんでしょうね。あの、親しみが湧きすぎてやつはっていうふうに言っちゃうんですよね。すいません、えー。この機会にですね、ご入会あのよろしくお願いします。検討してください。それではここから有料版スタートです。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。